皆さんこんにちは。こちらの深谷です。ありがとうございます。はい、はい今回ですね、前回に引き続きましてバルーンアーティストのおちゃっぴー堀越さんにお越しいただいております。こんにちは。はい、どうも。はい、おちゃっぴーでーす。お、風船を、お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 、ありがとうございます。すごい、何が始まるのかとね。いい音。はい、前回の時にね、いろいろあのなぜバルーンを始めたとか、うん、お話たくさん伺いましたけれども、はい、今日はもう実際にこのバルーンの実演というのをやっていただきたいなと思います。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。その前に、はい、皆さん見てみて、これおネギプリンです。もう上にほっかちゃんが乗ってる。ほっかちゃんのせです。はい、この絵すごいですね。おちゃっぴーさんのこれね、ふっかちゃんはネギの、ね、ネギの白身で作ったこのプリンね。そしてここのカラメル部分は青ネギで作ってますからね、甘みと苦みがもうたまらないでしょ。いやー、そして召し上がる時はこれ、わーすごい。おネギプリンで召し上がる、おネギスプーンで召し上がってください。はい、それではいいですか、皆さん大きなお口開けて、はい、あーん、はい、春日さん、あーん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。おいしい。すごい。もう実演しちゃっていいですか。あ、もちろん、どうぞどうぞ。ぜひぜひ。じゃあまずはこれを使ってみましょう。これこれ、お、ちょっと大きいですね。ちょっと膨らましてみますよ。はい、お、ここですね、大きい。はい、うん、でこれはですね、ひねる風船で一番太い風船なんですね。うん、で、全部膨らました時が幅が6インチで、うん、長さが46インチあります。うんうん、で名前がね、6469っていうんですね。うんうん、お、風船って全部膨らました時のサイズで名前付けられてるんですね。うん、だからこれが幅が6インチ、全部膨らますと46インチなので646、うん、で9って言います。その9っていうのは、はい、アメリカのパイオニアバルーンカンパニーのコーラテックスという、うん、ブランドの風船なもんですから、そこの9を取って6469って、うん、そういうふうに呼ばれてますね。はい、でちなみにひねる風船で一番細い風船がここに、うん、今あごひもに使われてるこれなんです。はいはい、これ1609っていうんですね。うんうん、でこのプリンに使ってるこの風船、これね2609っていうんですね。うん、全部膨らました時に2インチで60インチ、2602、2602、一番これがねひねる風船使われてます。でさあ、そうなんです。さあ、でこのね6469をね使って作品をね作ってみたいと思います。はい、今度これです。はい、お、今度着よう。あ、かわいい。ねえ、ね、猫ちゃんマーク、結び合わせ。はい、ね、猫ちゃん。さあ、ここからね、おちゃっぴーさん力技ですね。はい、お、結び玉を中に入れていきます。うんうん、え、うん、よいしょ。で、相当からつまむんですね。つまります。はい、はい、つまんでそこでひねるってか、ひねってるか、まあ、ねじってるっていう感じですよね。はいはい、で、これをね、切っちゃいますね。お、お、お、抜けない。抜けないですね。これをね、巻きつけます。はい、巻きつけていきます。よし、よし、うんうん、はい、さあ、できました。おー、ね、かわいい。さあ、この子がね、どうなってるか、はい、ちょっとね、見てみましょうね。はい、皆さんもね、見守っててくださいね。はい、決して手は出さないでくださいよ。はい、お願いしますよ。はい、いいですか。はい、3、2、1、それ、どうだ。あ、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 これ実はね、起き上がりこぼしになってるんですね。うん、こんな感じで、おお、ちょっと待って、手出せる、手出せる、映ってるかな。あ、でも立ってます、立ってますよ。立ってます、立ってますよ。はい、どうぞこちらにポンとちょっと、はい、よいしょ。あ、はい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 、あ、はい、あ、すごい、よかったよかった。ね、まあ、こんなものもね、うん、作ったりしますね。はい、ね、これもね、考案したのがもう10年以上前でして、うん、ね、ショーで作ったりする時なんかはね、こうやって起き上がりこぼし、じゃーんってね、うん、やってたんです。はいはい、ね、だけど10年前にね、大きなね、震災がありましてね、うん、でその時にね、この子は改名しまして、はい、何度でも起き上がるこぼしって
って、ね、名前を変えましたね、はいはい、やっぱりあの震災があって自分が好きなことをやり続けられる、うん、とてもねありがたく幸せなことだと思って、はい、また震災でね大変な思いされてる皆さん、うん、ねそういう皆さんのため皆さんも少しでも元気になってほしいなって思って、うんはい、名前をね変えました。何度でも起き上がる小橋で、ね、あーすごーどうーはい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あれまだお時間大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です。じゃあもう一個ね行きましょう。はい、はい、次は何だろう。ね、これ作る過程と出来上がってからがまた面白い、うんまあ、透明のね風船を使いますね、うんはいはい、でハートです。あ、ハートの、はい、風船がある。風船がありますね。これ棒を入れてる。これくるくるっと巻いていきますね、はい、そしてこの透明の風船の中に入れちゃいます、うん、お、入ってます、ね、風船の中に風船が入る、うん、サイダーってね呼ばれてるものですね。サイダー、はい、でこれまず置いていきますね、はい、あとお飾りの風船もねあるので先に作っていきます、うんうん、お、ちっちゃい、はい、うん、これはねお飾りなんでちょっとねちっちゃいですね、うん、やっぱこんだけいろいろあるんです ね、 ね、はい、これはちょっとカラフルにねお飾りなんで、うんうん、こんな感じですね、はい、カラーボールみたい、はい、さあ、くらましていきましょう、はい、まずはね、外側くらましていきますね、うん、こんな感じですね、はい、そして中の風船、うんうん、ハートをね、くらましていきます、はい、すごくないですか？ハートになってる、ね、すごいでしょ、うん、すごい、ね、風船の中に風船が入ってるね、ねダブル風船してる、うん、すごいでしょ、ね、すごいすごいと思ったら、ほらほらすごいなんか拍手拍手拍手いやー嬉しいね、やっぱりね、お客さんほら魔法があるからね拍手もらうと嬉しいって、もっと頑張りますよ。すごいなー、そんな感じですね。さあ、ほらほら、だんだんだね、動いてる、動いてる、拍手、拍手、拍手、はい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 、拍手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 、ありがとうございます、こんな感じですね、風船の中の風船ですね。あ、そしてこれがね、持つところですね。持つところ、はい、これはね、ちょっと太めの風船ですね。これは3509っていうね、はい、風船ですね。3507本、これを結び合わせて、はい、はい、でこのお飾りをね、つけていきますね、はい、でこれで、うん、インサイダースティックの完成ですね。おー、はい、おー、ありがとうございます。取り扱い説明をね、見たいと思いますね、はいはい、まず一つ目、インサイダースピンです、うん、で竹トンボを回す要領で、うん、インサイダースピン、おー、はい、こんな感じです。ありがとうございます。やっぱり拍手もらってよろしい。さあ、もう一ついきましょう、はい、今度はね、インサイダーバランスですね。バランス、指をね、ピンと伸ばします。これがコツです、はい、うん、この上にね、はい、乗せてみます。おー、めでたい、めでたい、ありがとうございます。そしてね、これポージングもいいよ、インサイダースティッチ、はい、どうもね、ありがとうございます。そしてで、YouTube ご覧の皆さんにね、いいですか、あそこでカメラね、いいですか、飛んできますよ、でインサイダー飛ばしますね、せーの、インサイダー飛ばさーありがとうございました。いやーすごい、やっぱり実際作ってるところを見せていただくっていうの面白いですね、出来上がったものを見るね。そうだそうですね、やっぱり出来上がったものは出来上がったものなんですけど、やっぱ作る過程とか作った後にこれ遊べるっていうね、うん、はいはい、そういうのがすごくまた風船のね魅力、まあ、パフォーマンスの魅力でもあるかなと。ライブ感も ね、 ね、ありますから、うん、それからなんかこんだけ風船の種類ってあるんですね。あ、はい、いろいろ ね、細いのから太いのからね、ハートなのから丸いのからとかいろいろありますね、うん、はい、まあ、そういうものをいろいろ組み合わせて、はい、まあ、頭の中で多分なんかこういう風に作ろうかとかって考えながらやってるんですか？それはあれですか、作品を考え出すっていう、うん、あ、はい、作品を作るとか、作品を作る前に、あ、これ作ろうと思って、あ、私の場合は、はい、何かを作ろうと思って作るっていうのはあまりないんですよね、うん、っていうのはもともとパフォーマーなもんですから、例えばショーでお客様に楽しんでいただく、うん、楽しい時間を共有するっていうのが
目的なもので、うん、そうすると例えば A 会場 B 会場 C 会場で全く同じことをやってもいいわけですよね、うん、皆さんと楽しい時間が持てればいいので、うん、だそうすると考えないんですよ、うんうんうんね、あの同じことをやってればある意味いいことになってしまうので、うんうん、でそれでいやそれじゃ進歩も発展もないじゃないですか、うんうんうん、でコンテストに出たりとか、まあ、コンテストはねあのオリジナルじゃなきゃダメですから、うんまあ、このプリンもコンテストでね、うん、作って、まあ、実は優勝した作品なんですけど、すごいとかね、あの例えばイベントがあります、うんね、あの技活のイベントがありますって言った時に、うん、じゃあふっかちゃんを考えてみようとか、はい、うん、なんかきっかけがあって、うん、何か作らなきゃいけない理由があって自分はそこから考えます、うん、最初にありきじゃないんでね、あと、はい、後付けです私は。だから大変です。一つ考え出すのも大変。ああ、なるほど。じゃあこれ作れますかとかって言われた時にもういろいろ考える。そこから頑張りますっていう。で、はい、その後はい、頑張って考え出したりとか作ることもありますし、まあ、どうしてもできない場合もあるかもしれません。はい。どっちかというと私は甘いもの好きなので、うんうん、あのプリンとかね、はい、ソフトクリームとかね、はいはい、あのケーキとか作るんですけど、うん、あ砂糖とかは、はい、粉物粉なんですか、いつかチャレンジしてみたいですね。あお題をいただきましたね。そんなこんなでね、難しい。そんなこんなでね、ありがとうございます。またこの、はい、あのうさぎちゃんもこちら、あ、これ、うん、これね、おちゃっぴーさんの、ね、新作なんですよ。お、新作、最新作、はいはい、イースターエッグフラワー。もともとはここのお花の形がね、これサークルフラワーと呼ばれてるものなんですけど、うん、まあ、そこにね、あのこのイースターエッグの、ね、うん、うさぎを作って、はい、うん、あ、ハマるじゃん、うん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 、ね、はい、このまま作って、うん、ね、あのお客様にプレゼントしても、うん、もらった人困っちゃうんですよね、うん、なんで困っちゃうかっていうと、ずっと置けなきゃいけないんですよ、うんうん、置けないし、はい、ね、置けないし、ね、持ってなきゃいけないし、うん、ってところで、まあ、ここにはまっていくと、はい、あ、これでなんかちょっと作品みたいなね、うんうん、え、これってあの、はい、風船は、このうさぎちゃんは一本で作っ、はい、これはですね、丸い風船なんですね、はい、あのここに使ってるのを丸い風船を卵のような形にして、はい、でこの耳の部分はこの細長い風船を、はい、ね、いろんな作品作った時先端が残るんですよ結構、はい、でそれを使ってますね、まあ、そんな感じで、膨らませてるところに絞ってというかねじってくっつけてるってこと。ああ、ここは、はい、あの風船用の糊があるんですよ。糊の塊があって、でそれでつけてます。結構強いですよ。へえ、あ、そういう糊もあるんです。そう、そういう線、あの風船用の糊ですね。かわいい、いいですね。なんか季節も季節感でこう春のものとかできるの、ね、そういうのも、はい、今考え意識したりすることもあります。かわいらしい、ありがとうございます。下に置いてあるのも、ああ、これ、あ、そう、はいはい、あの実は、ね、あのなかなかコロナ禍でステージイベントとかがないもんですから、うんうんうん、最近はマルシェとかマーケットにね、あの出展させていただいて、ワークショップのバルーンアートのワークショップの体験教室やらせていただくことがあるんですね。で、それ用に、まあ、考案した作品ですね、うん、これ持ち手がついてますね、うんうん、ね、そうするとね、またいろいろ遊べるんですよね。あ、すいません。あいつもありがとうございます。ね、はい、よかったね、みんなに見てもらってね。ありがとうございます。すいません、来てもらっちゃってね。今日はありがとうございます。飾ることもできる、ね。実はね、この間気がついたんですけどね、はい、これもね、あの、イースターエッグバランスができるんですよ。おぉ。おぉ。見て、ちょっと見てください。ほら。おぉ。いやお見事。こういったね、あの簡単にねできるものをあのワークショップでね、はい、やってますので、もしマルシェとかマーケットよかったら来てみてください。うん、よろしくお願いします。ありがとうございます。全力欲ばし。僕を繋いでくれた。僕を繋げてくれた。リバプールにこの世界に。Set.
屋下中にあるこんぴら橋。この橋もまた実に走りたくなる橋である。この質問はですね、はい、いつも毎回ゲストの方にお聞きしてるんですけれども、はい、おちゃぴーさんの深谷のおすすめスポットみたいなのありますか？これがね、もうおちゃぴー堀越としておすすめするのであれば、うん、はい、国際寺にありますブルボン洋菓子店ですね。おお、はいはいはい、あのケーキ屋さんなんですけど、うん、そこの生クリームに惚れましてですね、うん、はい、通い続けること実に33年でございます。33年、あのちょっぴ始める前からね、はい、うん、いや、あの言ってるんです。もう本当にスイーツ好きのちょっぴさんの原点とも言えるね、はい、あのケーキ屋さんでね、はいはい、生クリームに惚れて33年です。じゃあもういつも通い詰めてとか。まあそうです、結構行ってますね。何かおすすめのものありますか？お茶っぴとしてはモンブランが好きですね、はい、うん、ずっと変わらない味と、はいはい、味のケーキでね、お茶っぴはモンブランが好きですね。あ、そうだですね、はい、皆さんぜひ行ってみてください。美味しい、いいな、話聞くだけで美味しそうな、ね、はい、ありがとうございます、はい、情報はねこちら下に載ってると思いますので皆さん載ってるかな、載ってると思いますので、ね、おちゃっぴ堀越で SNS 検索してください。よろしくお願いします。、はい、では最後の質問になりますけれども、はい、おちゃっぴーさんの今後の目標とか。目標ですね。夢とかありますか？夢ですか、はい、はい、やっぱりですね、うん、あの風船と出会ってね、うん、あの師匠から受け継いだ、うん、そのバルーン愛ですね、バルーンラブ、うんうん、これを広めていきたいなと思ってますね。やっぱり一対一の関わりでその風船の楽しさにより多くの人に触れていただいて、うん、楽しんでいただいてその裾野をねこう広げていきたいっていう、そういう気持ちはすごく強いですね、はいはい、ぜひおちゃぴーさんのね、はい、バルーンアートワークショップ来てみてください。あ、よろしくお願いします。はい、はい、あのわざかつにも登録されて、はい、今日はねほんの一部だけしか見せ、はい、あの見られなかったんですけれども、うん、わざかつのサイトの動画ですとかそういったところにもありますので、はい、ぜひぜひご覧いただければいいなと思います。ありがとうございます。はい、ではそろそろ終わりの時間となりました。今日なんかいろんなね、もうカラフルにしていただいて、はい、ね、どうもありがとうございます。ふっかちゃんめちゃくちゃ囲まれてます。本当にふっかちゃん何匹いるって感じなので感じですけれども、はい、ありがとうございます。こちらもすごくありがとうございました。はい、ではカメラはこちらですね。はい、こちらに向かってさようなら、ありがとうございます。わインサイダースピン、インサイダースピン、インサイダースなんとかインサイダースピン、インサイダー。わざかつ復活チャンネル登録お願いします。